秋代の白磁観音菩薩豆像豆像、またはフィギュリン、スタチュートは人間、神、動物の一体、一体、または小集団を表現した小型の像。時期でない陶器の豆像は歴史的にはテラコッタと呼ばれる。姿勢を取ることができる獅子のような可動部品を備えた豆像は人形、マネキン、またはアクションフィギュアと呼ばれることが多く、もし、 それらが自身で動き得るならば、ロボットやオートマタと呼ばれる。豆像とミニチュアモデルは、チェスや卓上ロールプレイングゲームのようなボードゲームでしばしば使われる。戦士時代のビレンドルフのビーナス中国では現存する、新石器時代の豆像がある。いくつかは妊娠していることを強調する、ヨーロッパの戦士時代の女性の豆像は、それらが法上あるいは多産に関係すると考えられる。 ことから、ビーナス豆像と呼ばれる。石でできた例として知られるその最も古い2つは、アフリカとアジアで発見され、そしてそれは、数十万年前のものである。紀元前2万5000から3万年と推定される、ヨーロッパで焼かれた粘土の多くが発見され、それらは最も古いセラミックとして知られる。磁器と、その他のセラミックスは、ありふれた豆像の材料である。 イガタでできた古代イギリシャのテラコッタ豆像はヘレニズム機の一つの巨大な産業だった。そしてブロンズ製のものも極めてありふれていた。ローマ美術においてブロンズは優勢になる。多くのこれらは宗教的で多くのものが納として寺院に置かれたか住宅で保管されて時にはそれらの持ち主と一緒に埋葬された。しかした殴ら人形のようなものの類型は 上流社会の貴婦人のような純粋に装飾的な題材を多く含んだ。白磁の主に宗教的な中国由来の多くの初期の例がある。それらはヨーロッパにおいてその工程を複製するような実験をすることを借り立てた。現代の豆像、とりわけヘプラスチック製のこれらはしばしばフィギュアと呼ばれる。これらはプレシャスモーメンツ並びに踏んメル人形、 ボブルヘッド、セバスチャンミニチュア、そしてその他の記憶すべきものと同じように、現代のアクションフィギュアやその他のモデルフィギュアも、ホーガンシュール。いくつかの時期の豆像の製造会社は、ロイヤルドルトン、ディアドロ、キャマルエンタープライゼーズである。可動な部品を持たない、漫画本の、または、SF やファンタジーの登場人物の豆像は、インアクションフィギュア、およびスタクションフィギュアと呼ばれてきた。 卓上版ゲームの中でプレイヤーたちが豆像を用いる小さな戦争ゲームとして知られる趣味もある。これらの豆像はプラスチックや白目で最も多く作られる。しかしながらいくつかの珍重される方は霊人でできている。豆像は人種的また民族的侮辱を表すこともできる。例えば効果を持つユダヤ人の豆像やお母さん豆像である。ありがとうございます。